皆さんこんにちは、山チャンネルの山健です。フッティスタ第7弾が稼働中なんですが、今回はフッティスタの1000円くじを買ってきました。で、内容がこれ4枚入っていて、で、フッティスタの選手とあと引き継ぎカードも入ってるみたいです。だからまあ当たりっていうと、フッティスタだと、まあ、ベッケンバウアー、あとクリロナ、アンリー、ノイアーとか、まあ、その辺ですかね。他にもまあありますけど、で、引き継ぎ版で言うならロナウドとかペレとかシェバとか、その辺が出てくれると、特にロケテのシェバの引き継ぎ版とかが今欲しいので、出てくれるとありがたいなと思います。まあ、もともと入ってるかわかんないですけど。それでは早速開封の方していこうと思います。じゃあこっちからいきます。よいしょ。これは別にテープ一箇所なので、あ、開きました。はい、はい、じゃあちょっと出していきます。あれ、どう出すんだこれ。はい、こっち向きだとそうですね。せーの、はい。え、あ、2016-2017 の引き継ぎカードのインシニエが入ってました。これはちょっと渋いっすね。トータル数値が78で、クロス持ちの選手になってます。だコスト多分110ぐらいだと思います。あ、これ見ちゃうと裏が出ちゃうので、後でちょっと確認しますけど、カード的には、そんなに価値のあるカードではないので、まあ、外れじゃないかなと思います。ということで、1枚目、インシニエが入ってました。じゃ2枚目、出していきます。せーの、あ、なんか高い。せーの、はい！あー、はい。フラスコスタが入ってました。このカード強いんですけど、トータル数89で強くて、実際使ってみても結構強いんですけど、なんかカードの価値的に高くないっていう。多分買い取り50円とか100円とか、で、売り値も300円とか、そんなもんだと思います。選手としてはすごいいいカードなんですけど、まあ、福袋のその当たり外れで言うと外れかなと思います。ということで2枚目コスタが入ってました。ちなみにさっきインシーネのコストやっぱり110、これ110でした。はい、じゃあ2枚目、次3枚目いきます。せーの、はい、はい。これガメーロ、ガメーロが入ってました。これ、え、これも後で確認します。多分これ何のか、まあ、価値もないったら失礼なんですけど、普通に50円とかのカードだと思います。はい、3枚目ガメ色が入ってました。これ3枚なんか外しといて最後にベッケンみたいな、そんなパターンなんじゃないでしょうか。一気にいきます。せーの、はい。あー、なんかもう J リーグだ。はい、誰、丸山雄一、丸山選手が入ってました。ね、10円です。10円ってことないですけど、まあ、外れです。ということで、うわ、きついな、1パック目。まあ、この、最初に出た2枚が、まあ、使ってみたらどうでしょうみたいなことなんでしょうかね。この4枚が入ってました。ちょっと不安ですけど、2パック目、行ってみたいと思います。じゃあ、開けていきます。よいしょ。よいしょ。だいたいこれ破れちゃうっていう。よいしょ。はい。これも、こうかな？じゃあ、出していきまーす。あれ、出ない。いきます。向きだけ。よし、せー、せーの。はい、はい、誰？あ、モラタが入ってました。あ、このカードは当たりです。これ報酬でもらえるカードなんですけど、第6弾の報酬だったかな。強くて、金額的にも、
買取でも多分1000円とか800円とか1000円とかするカードになってます。あ、これはいいカードでした。1枚目モラタが入ってました。これ真ん中辺に入れてくれたらよかったんじゃないかなと思いますけどね。当たりカード。じゃ2枚目いきます。せーの、はい。あ、ネイマールが入ってました。あ、すごい。これ2つとも当たりっす。ネイマール、このカードも多分買い取り1000円とかで、販売ベースで19%とか24%とかそれぐらいするカードです。で、ドリブル持ちでトータルソチ88で、今使っても十分強いです。そんなカードになっても、これ当たりパックなんですかね。3枚目じゃあ出してきます。せーの、はい。あ、ベッケン、あ、ベッケンだよね、これ。ベッケンバウアーが入ってました。フッティスタのカードの中ではまだ多分一番高いカードだと思います。あ、モラタ、ネイマール、ベッケンって1000円でこの3枚が今んとこ入ってます。で、4枚目なんか白っぽい、これキングオブレジェンドじゃないですかね。引き継ぎ4枚目いきます。せーの、はい。え、小林祐希選手が入ってました。4枚目はなんか外れみたいです。まあ、これでもこのパックはベッケンあって、モラタがあって、ネイマールっていう超大当たりパックが出ました。多分普通に買うと19%、19%、34%とかそんな感じじゃないですかね。ということで、今回2パック買ってきて、最初の1パックがこちら、これも完全に外れパックで、次の2パック目が完全な当たりパックっていう形になりました。あ、これはちょっと今テンション上がってます。はい、ということで、またこういうあの福袋系いろいろ買っていこうと思いますので、また見に来ていただけると嬉しいです。それでは今回はありがとうございました。